私思うんです。押見修造先生の漫画みたいにネットカフェごと別世界に漂流しちゃったらちゃんと生きていけんのかしらって。答えはいな中卓球部。生き抜く知恵を身につけろ。なえたんのサバイバル実践。目覚めたら大海をさまようボートの上、ミッション、海水から飲み水を確保せよ。都合よく空き缶とペットボトルが流れてきたから、前回失敗した太陽熱蒸留法のリベンジをさせてもらうわ。この前なんで失敗したかっていうと、蒸発した水がビニールを伝ってコップに落ちる予定が、傾斜の付け方が悪かったみたいで軒並みコップの外に落ちちゃってたからなんだよね。おい、ざけんな。今回作る装置は蒸発した水をロスなく集めることができる優れものだよ。まずはペットボトルの底の部分をハサミで切って5センチほど中に折り込みます。次に缶の上の部分を缶切りでくり抜いて、海水を入れてペットボトルの中に仕込みます。あとは漂流教室読みながら待つだけ。8時間。ペットボトルの内側についてる水滴を落としてコップに注いでみよう。きたー。お味はどうかしら。これは完全に真水。あーよかった、ネットカフェでまことちゃん読んだろ。ぐわし。はい、今キラー TV のやつ、ありがとうございます。たまに見てるよ。あ、言わされてるんですけど何を作ってるか、うわっ、ちょっと待ってください。すでにもう、あは得意なんだ。どうも。あら、いや、あらって、あらってなんですか。何、来たの。いや、もうこの集落来ちゃいけないみたいな目してるけど。いや、来ていいんだけど、なんで最初は来てないの。ちょっとトークライブが。何があったの。バイキング小峠さんとのトークライブで。ああ、はあ、あの人忙しいのに一回もテレビの仕事があるからって断ったことなかったから、うん、僕は断りたかったけど。なるほどなるほど、はい、あ、わざわざ来たんだね。そうなんですよ。あら、いらっしゃい。いや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 、すげえ。お、どれがすごいの。下から基礎から作ってますね。はい。いやー、大和くん、ありがとう。いや、基礎、こっちもテクニック使ってる。ほら、どういうテクニック使ってんの。これをはめることによって、この斜めをこうやってるんですね。ね、いや、すげえ。当たったでしょ。何が当たったんですか。いや、ここを褒めるって。いや、そんな予想。いや、これはすごい。これもあるアイデアなんですか、もともと。僕が考えたの。え、こっち、あ、ちなみにこっちがあの明日は作で、はいはいはい、こっちが広志作で。いやー、どっちもコーツつけ方ですね。ああ、ちょっと入ってみていい。ああ、ちょっとあの頭頂部があの杉さんみたいになってるんですか。それだけ。いやいやいや、まだできてない。本当や。広志ですよね。うん、3人ぐらいいけるそうな。なんか守られてる感もありますよね。あるある。いいね。これ真ん中で勢いよく立ち上がったらバインってなって楽しいよ。ダメ、やめてください。これ全部抜けるんで。無茶するでしょ、山田君。無茶して、いやいや、やってる男でしょ。いやいや、多分これ相当な労働だっただろうから。分かってんだね、ちゃんと。え、これは何ですか。あ、気づくね。あ、開けていいの。全然いいです。おお。竹炭を、この竹炭で陶器を焼きます。これ開けた時も誰が作ったのかもう自慢げな顔で分かる。俺の嫌な部分が出た。おーって言った時もう笑っちゃってるから。いやわ、いいですね。いいな。いいね。こっから1日半で何が作れるかですよ。いや、そうなんだよね。なんか
プランとかあるんですか？もっと本気の弓を作るか、うん、それもどっかで言ってたんだよ。当たってるね、うん、以前ヤマトがこの広島村に遊びに来た際、二人で弓矢を作って対決を行った。結果は広島の圧勝。広島に負けたのが悔しくて、本当にやっぱビョーンって飛ぶような弓作りたいなと思って。ちょっと YouTube で作り方とか見たよ。見た。この前の帰りにもすでに作りたくて、うん、ね、俺も見たんだよ。こう曲げるだけじゃなくて、こうしないといけないですね、そしたら紐の威力が増すっていう。来て早々ですが、ここでヤマトちゃんからみんなにお知らせがあります。あ、そうですね、あの事務所を辞めることになりまして、独立と言いますか。え、はい、5月に、はい、こう言っていいことなの？もう4月に一杯で終わりなんで大丈夫ですね。円満？円満、すごい円満です。社長も応援してくれてるって言ってるし、マネージャーも応援してくれてるって言ってるし。え、2人とも抜けるんですか？いや、コンビの仕事だけは朝企画さんに業務提携っていう、もうすごいいいことしかない。売れてないパターンで独立するパターン珍しい新しい。もう昔はもう辞めるっていう選択しかなかったけどね。そうですね。いや、いけるもんね。そうですね、もう行きます。あ、そう、はい、弓矢作ってる場合じゃねえだろいや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 、ゆっくり弓矢作るね。そうですね自由に。いや、ほんとそうですね。弓矢で食っていくんですかヤマトを加えて作業再開。アスワと島田は自分の作業を中断して昼食を作ってくれるそうだ。アスワは豚汁、島田は米を炊き、肉を焼くそうだ。ヤマト君さ、はい、竹切るのでさ、はい、こういうのあるからさ、あ、あるの。これすると動くんだけど、黒いとこをさ、こう押し付けて、あ、なるほど、手やるっていう。なるほど。これあると楽。あると思います。トリッキーな動きするよね。似合うな、あの人またいいの切り出したの。でっかい弓ができるこれとこれ使ってね、ウィンと。それこそ時代さんそんなやってますよねね。屋根いりますか？あ、屋根いります。ありがとうございます。置いててください。はい。ヤマトさん、竹ください。いや、あれ、あれ、とうとう大変ですね。わかるやろ？一本切ってこれやるだけで。わかるやろ？これ何本切ったんですか、斉藤さん？わからん。数えとらんけん。相当な作業やってますよ、これ。でしょ？これ、楽しくなかったら、うん、日給1万5000円ぐらい。そうなの？そうなの？もらいたいきつさ。朝、ワゴン車で来るとき、もう土木作業に行くみたいな。な、喋りながらも手を止めないのいいっすね体が…だでも納期間に合わんけさ手止め、納期明日やけアスワが作る豚汁は最初に豚肉をバターで炒めるのが特徴。味噌とバターは相性がいいという。軽く火を通したら水を入れて、くし切りにした玉ねぎ、半月切りにした人参、ささがきにしたごぼうを投入。しばらく煮込んだ後、時間差でこんにゃく、しめじを加える。味付けは液体味噌。突っ込みながらだったので量は不明。そしてもう一工夫。アスワの粉が開発中の、でもあんまり世の中にない旨味成分を凝縮して、でもこれをお湯で溶くだけでめちゃくちゃうまいお吸い物になる。美味しいです。完成？完成。あとはもうお肉焼き始めて、うん、ご飯も炊けたので肉を焼きながらみんなで昼食。あ、食ってください。いただきます。あ、いただきます。このタレつけて食ってください。うん、うまいね。うわー、あ、おいしい。うまいね、うん、もう焼けるんだ。あ、うまっ。まあやっぱ雰囲気がいいね。あ、ちょっとニンニク強すぎたか。うん、うん、うん、美味しい。まあ、美味しいね。よいしょ。豚ね、次は。キャンプというか、寄り合いのパンチだね。確かに、これがあるともう集落に
ブチプラスなんだけど豚汁置いときます、はい、うまっ。このミルキーの感じ何？バター。どのタイミングで入れた？最初にお肉炒める時に入れました。焼く時にあの香りが出る、はいはい、このバターはぜひお試しください。いや、うまいですよね。つーか、なんで私がリポートしてんだよ。おかしいだろ言ってよ、誰か。独立すんだからヤマトがやれや。そういうのやらないスタイルでやろうと思ってて。おい、すげえのがさ、カメラ回ってんのになんか普段通りみたいな普段のなんかたまに行くキャンプの感じになってるね今日。いや、ちょっと TOKIO に近づいた感じがする。なんかいいですね、これね目指せ TOKIO だから、うん、TOKIO ならどうやるんだろうって常に考えながら、ね、男らしいですからね、TOKIO は。そうなんだよね、もう嫉妬に狂った集団だからな、そうだね。なんで TOKIO って揉めないんですかね。 TOKIO だから TOKIO だから我々こんなに揉めるのに